カピカピカリじゃんけんぽん。というわけで、今日は神奈川県川崎市にあります川崎駅やってまいりました。今回の企画はですね、川崎駅からスタートして横浜市の磯子駅まで、横浜市営バスだけを乗り継いで旅をするという、横浜市営バス1日乗車券で、気ままに途中下車の旅をやりたいと思います。はい、そんなわけでね、今回は、横浜なら俺に任せろという強力な助っ人をご用意しております。バス旅準レギュラーのロニー君です。おはようございます。あ、おはようございます。そして一応明けましておめでとうございます。明けましておめでとうございます。2回目ですけどね。あれは去年撮ってるから。そうですね。一応2023年は今年一発目ということで。はい、そんなわけで、はい、まあ、今回の企画なんですけども、そうだよね、横浜市営バス、横浜市バス1日乗車券というのが600円で IC にね入れるタイプでありまして、うん、それを持ちまして、ここでなぜ川崎かって言いますと、川崎駅から横浜市営バス出てるんですよね。あ、僕それは去年プロ野球チップスターみたいなんで乗ってますから知ってますよ。そうですね。なのでここからスタートして、まあ、なるべく南の方、磯子駅。なぜ磯子駅なんだろう。ちょっとゴールが磯子駅ってのがちょっとなんか、いや、なんか磯子駅から南の方あるんだけど、なんか中途半端な終点なんで、あ、とりあえず直感で磯子駅にします。直感で磯子駅、特に意味はないです。ただなるべく横浜市を縦断したいんで、まあいいかな、まあ元で取れるかなと、ね、あ、まあとりあえずまあ横浜市内、まあ、ラーメン博物館はまあ絶対行くってことで、はい、あとはまあ適当に、もう気ままに、ロイコとか途中下車したいとこあったらいいですよ。トレッセ横浜とか行きたかったら別に行っても構いませんので。聞き込み OK なんですけど、はい、何本か乗り継いで歩きも OK なんですけど、新横浜駅にあるラー博、通称ラー博でおなじみの新横浜ラーメン博物館に行って、まあちょっとね、個人的に僕が食べたいラーメンが一つあるんで。食べたいラーメンがある。はい、これ大好きなラーメンなんですけど。あ、でもお昼が食べるんだったらもうラーメンでも。そうですね。はい、ロニー君その間外で待っててもらうんですけど。なので今日はまあ新横浜経由した後磯子駅に行く。まあルートは任せます。どう行っても構いません。特に終了時間も決まってないんで、ゆるい旅なんで、あ、まあのんびり行きましょう。じゃあ今日は尺が短くなりそうです、ね。ただ全部歩きでゴール目指したらダメですから、ね。早く帰りたかったらもう途中離脱でもありなんで。11時20分なんで、これから、横浜市バス乗って、まずじゃ南の方行きましょう。そうですね。はい、じゃあスタート。アフォーン。またしやった横浜駅。ベイブリッジとかマリンタワー、本当はすごいね。ハーバーの放送紙みたいです。でもなんかとりあえずちょっとここで置いてみましょうかね。わかりました。とりあえずまあ鶴見から出てそうな手前で置いてみよう。この道行け道で置いてみましょうか。そうですね。それ行きましょう。それでちょっと新横浜方面。着きましたね。まず、あ、ありがとうございます。三井家道ですね。三井家公園がある三井家です。なるほど。これ横浜市でしょ。そうなんですね。あ、これなんだ。臨港バスも止まるんだね。ここ。あ、臨港バス。はい、ありがとうございました。というわけで、まず最初こう三井家道というところで、途中下車しまして乗り継ぎをすると。ここから新横浜駅方面に行きましょうか、ね。行ってみましょうか。行けるのかな、ここから。あ、ここから。もうここね、横浜市市内なんで、やっと横、まあね、横浜市へます。さっきはね、川崎ちょっと行ったんですけど、これ国道1号線ってことですか。国道1号線おお、いいですね。ここが1号線なんだ。横浜までまだまだバス停を探しましょう。あ、バス停はあった。ありました。あ、そしてこの鳩が有名ですよね。ちょっと、鳩がさ、ゴミ漁ってるよね。え、カラスカしてるよ、カラスカ。カラスカしてる、え、大丈夫？すごいね、確かにあんま見ないね。だって鳩
は平和の象徴、これ鳩だよね。鳩だね。平和の象徴だよね。なかなかふてぶてしい鳩ですね。そうだよね。ちょっと大丈夫鳩。学習したのかね、カラスから。ちょっと鳩のハートはどうなってんの？でつまんないので失格ってことか。あ、これ失格です。今回旅終了です。あ、こちらですね、バスで。これじゃあ乗れます？乗りましょう。はい。一日乗車があなたからさ。わかりました。バス乗りましょうよ。たくさん乗りましょうか、ね、じゃあ。たくさん乗るバス。オッケー、じゃあ津田島行きましょう。なので僕トレセオカも行ったことないから、ちょっとトレセオカはちょっと立ち寄って、はい、でこれ見たらトレセオカ浜からも新岡もよく行く方のバスあるみたいだから。じゃあそれで行きましょうか。浜岡で電車ですね。浜岡でちょっと南の方下って。了解です。ちょっとトレセオカも僕行ったことないから。行きますか。ちょっと立ち寄ってみようかね。そうだね。行ってみましょう。はい、到着しました。駒岡ですね。駒岡着きました。駒岡というわけで、駒岡またなんかあのね、どこだよと思って、謎のここからだとでも新横浜には行けるみたいですね。行けるには行けるんですけど、まあ今日寄り道旅っていうことだからはい、ちょうどなんかマジさんとあの話した時になんかトレッサ横浜僕行ったことなくて、マジさんはトレッサ横浜は何度も行ってます、行ってるっていうことを言ったから、ちょっとトレッサ横浜にちょっと立ち寄りながら。おお、なるほど。じゃあ今日ついに、うん、ロニー君トレッサ横浜卒業します。あ、はい、おめでとうございます。いいね、こういうなんかね適当に降りて気楽にね。トレッサ横浜初体験行ってみましょうか。トレッサ横浜も行ったことがないんだよね。なるほど。まあ商業施設ですよ。そうで、ウォッチさんなんでトレッサ横浜、まあ、どんどん行って、まあ、いろんな、まあね、ちょっといろいろな事情で、いろんな事情で。でもトレッサーはね、なんかいい感じのね、うん、階段があるんだよね。ちょっと階段？はい。まあそれ行ってからのお楽しみですよ。大人の階段登る、君はまだシンデレラさって。神明社として書いてない。神社だね、こっちの。まあ東急バス来てるけど今回乗れないということで、あー残念。東急バス来てる、あ、ごめんなさい、東急バス来てるよ。乗らなきゃ乗らなきゃ、ごめんなさい、今回東急バス乗れないんですよ。乗ろうよバス。残念ながらね、あー残念ながら行ってしまう。あれも津島行くんだ。多分ぶっちゃけ言うとこの辺君より俺の方が詳しいかもしれないね、来てる回数が多いから。いや、そこの俺だって諸岡熊野神社とかもすごい行ってるって。なんでそんなところ諸岡行ってんの。いや、なんとなくなんだけど昔よく行ってたんですよ。はい、着きました、トレッサ横浜です。ちょっとまずは先に バス停を見つけないとな。あ、そうだね、先にバス停行かないんで。わー、トレッサ横浜だ、懐かしいな。懐かしいな。ここね、でかいっすよね、このちょっとトイレもしたいから、ちょっとあ、ちょうどいいんじゃないですか、ここで。いや、またバスの、その名もトレッサ横浜、うん、はい、トレッサ横浜で、新横浜駅ありますね、うん、はい、これです。結構ある。12時31分が続きますね。こっちでも行けるじゃん、行ける。3時37、46分。まあで、すぐ、もうすぐ来るっちゃ来るけど、ちょっと、あのトイレもしたいので、ただたくさん本数あるから、じゃあ46分くらいの目安。そうだね、じゃあちょっとトレッサで休憩しましょう。ちょっと待ってください、本日休館日でした。あらま、入れないのか。じゃあ階段も見れないの。見れないですね。うわ、残念。あー、しまった、やってないのか今日。残念。メンテナンスかか。今日休館日でした。まあなんか特に久しぶりはしてないからね。そうね、まあ、うわ悔しいな、行きたかったな久々に。
まあ、あの皆さん下調べしないと、あの北谷さんと富士山に行ったらタイ料理食べに行こうで結局食べないというオチになったりしますからね。そうですね、これあの、まあ、ガチである証拠ですね。これ下調べも、じゃあそういうことは、じゃあもうじゃあ新横浜行きましょう。もう新横浜行きましょう。はい、もうすぐ行きましょう、うん、でトイレも我慢できますね、うん、乱泊まで。もう我慢してるしかないね。本当我慢、体に良くないんですよ皆さん、本当は。あ、これ輪行バスね。あ、でも乗れない、これ乗れない。そうなんですよ、ちょっと指を加えて見てるしかないんですよ。まあ、ちなみにね、あの使うか分かんないけど、 階段こんなところです。でこういうね、結構アイドルとかいろいろね、グループがあのイベントで使う場所なんですよ。なんか動画でしか見れないね。そういうことですね。動画が開くまで見れないんだよ。何の階段だったの。まあまあ、これがもう本編で使うかまだ分かんないけど、一応撮っときますね。全編カットかもしれないですね。まあ今回そう、横浜市営バスしか乗れないんでね、悲しいことに他のバス会社には乗れないと。だっていいじゃないの別にね。ただね、あの IC カードから引かれるだけなんだからさ。なるほど。火曜日はラーメンって言うから、カップラーメンね、これからラーメン食うかな。新横浜駅着きました。ありがとうございました、シエバさん。というわけで、どこだ、何かな、新横浜駅前着きました。新横浜駅、あ、本当だ、うん、あ、じゃあこれからちょっと名古屋行ってきますんで、ちょっとあとは頼んだ。あ、じゃあ一緒に行きましょうか。Be ambitious, be ambitious, 我が友よ、冒険しようよ。はい、というわけで新横浜駅ですね。ここ新幹線の駅としても有名ですね、ここは、うん、というわけでここから徒歩でラーメン博物館行きますんで、チェックポイントのラーメン博行きましょう。行きましょう、ラーメン食べよう、ラーメン食べよう。僕はラーメンが食べたいんだ。僕もラーメンが食べたいんだ。いや、でかいですね、新横浜やっぱり。さすが新幹線の停車駅、うん、こんなんででかかったっけ、横浜、新横浜って。もうこれで元で取れたんで、うん、あのもうバス乗んなくても大丈夫ですけど。そうさ、バス好きの人がさ悲しむじゃん。そうです ね、まあバスもちろん乗りますけど、ほら、ね、ありました。はい、着きました、ラーメン博物館です。新横浜ラーメン博物館、中なんかあれだね、面白いね、動いてるね。どういう感じだこれ。そういうわけで、はい、来ました。モンブランじゃないですから。違います、ラーメンですから、麺ですからね。というわけで、ここがラーメン博物館です。わ、久しぶり、こんな感じだね。ここがラーメン博物館です。すごいね、老舗ですね、やっぱ。はい、というわけでラーメン博物館入館しました。大人380円。匂いは伝わりませんけど、ラーメンの匂いがします。すごいいい香りだね。え、これスナック、ここも入れんの、ラーメンじゃなくて。すごいね、プリンとか、ミルクセーキとか。あー、飲んでみたいね。ババロアとかも。マジですか、超いいじゃん。これとかすごい昭和って感じがしますね。あ、もしもし、山形使ったっすね。うん、アジさん、すぐ至急来てくれ、現場に。スナック感いいですね、これ。スナック街。あー、これはヨネさんとか好きそうな感じかもね。いいですね、こういうね、昭和のところがね。あー、これうまいよね、冷やし飴。まあ、後でこう聞きます。そうだね、ラーメン食ってからでも、ね、いや楽しいですね、こういうところ。あ、これは昔の肌のパネル、顔がのパネル。ローニー君、何女風呂覗いてんだよ。あ、いっけに。あ、でも、あ、黄金バットみたいなのが。本当だ。怖いな、なんか。あ、本当だ。じゃあちょっと出してみて、見てよ。うん、ちょっとわかんないな。ちょっと変態っぽい感じはするけど。昭和ですね、やっぱね、こういう。昭和ですね。結
構並んでますね。僕が行きたかったのはこの龍上海なんですよ。上海、龍上海。ああいう辛味噌ラーメン。これは山形県の辛味噌、味噌ラーメン。で、初めてここで僕が食べて感動したんで、何回か通って、その後。で、今ね、カップラーメンでも食えるんですよ。で、もうやっぱ山形に今行くお金がないんで、新横浜で我慢しようってことで。でも、確かにも、でも、興味あるけど、この並んでちょっと。ね、なんか情報によると30分待ちだそうなんで。ガピー。どうしよう、しなくてもいいなら。あ、ちっちゃいラーメンもあるよね。そうそう、はしご用もあるから。そうだよね、この店。琉球新麺ってかな、うん、ここに最初行きますね。最初行く、はい、で、塩かな、塩系だな。 OKOK、 ありがとうございます。ありがとうございます。はい、これ塩ミニです。で、僕は、塩女ラーメン、スーチカイ新ラーメン、新女ラーメンのミニで、スーチカイ入り。スーチカイ入り、あ、贅沢ですね。ですね、いただきます。こっちもスーチカイ入ってる。これがスーチカイってこと。そうそうじゃないかな。あ、じゃあチャーシュー的なのか。あ、なるほどね。 OK、 じゃあいただきます。いただきます。いただきます。いいですね、さっぱりした。チャーシューもあっさりしてる。そうそう、こんな味いいですね。やっぱ横浜を旅しながら沖縄のラーメンを食っていいですね。はい、こっちも完食。ごちそうさまでした。美味しかったですね。美味しかったですね。うん、まだまだ入りそうですよ。じゃあ次、龍上海行きましょう。おお、龍上海だ。山形行けないので、ちょっと横浜で我慢します。ここの店で。ここね、本物の龍上海ですから間違いないです。普通のオーソドックスな辛味噌にしたんですけど、ベジタブルラーメンと、はい、辛玉。辛玉、要は辛味噌の中、多分半熟卵かな。なんか辛いのかな。じゃあちょっとだから卵がちょっと辛、少し辛くするかな。ベジタブルは俺ちょっと初めて聞く。ベジタブルは僕もベジタブルラーメン楽しみね。どんな見た目か楽しみですね。はい、ではこれは辛玉です。はい、今日のギャラ、カラタマ。今日の僕のギャラ、カラタマ。はい、来ました。僕の大好きな龍上海の赤龍辛味噌ラーメンです。そして、どうにか、ベジタブルラーメンと、ここに辛味噌が。そうですね、ベジタブルですね。そう、これ大好きなんですよ、僕、辛味噌ラーメン。確かにこれでさっき言ったら、これ溶かして食べるとなんか味変ができる。できるんですよ。なるほど、なるほど。じゃあいただきます。いただきます。わー、久々に本店の、本店だけどさ、本物のカップラーメンじゃない。いただきます。いただきます。あー、うめ。思った以上になんかこのさっぱりしてるね。でしょ。でも辛味噌を入れると思った以上にすごいさっぱりしてる。うわー、うまいなこれ。うん、だってなんか、あ、これ味噌なんだっていう、なんかちょっとこう、うん、ちょっとまあこってりする感じだけど、うん、なんかそんななんかこう、うまいよね、うん、このスープだけでもなんか、そうそう、これだけでも十分うまいんだ、うん、あー、これで、これこれよ、これこれうまい。この麺はさっきと違った、なんかちょっとなんつうのかな、また麺が違うな、ちょっとさっき食べた麺と、そう、太麺です、ちょっと太い、うん、ちょっとじゃあこのちょっとだけ崩してみようか。はい、どんなもんかな。もう好きなタイミングで。ちょっとお腹に入れていきます。お、ピリリと。どうですか。ピリリとするけどうまいね。お、ピリピリ、ちょっとピリピリするんだけど、うん、今ちょっとだけでも。あ、あ、うまい。なるほど、最高ですねこれ。屋台とかでも食ってもいいじゃん。なんかちょっと寒い中からちょっとなんかでこう辛味噌たまに食べて、寒い時に。そうね、いいかもね。うまいでしょ。うまいよ。よかったこと。うまいな。並んだかやるでしょ。さっきは塩だったからちょっと少しこってりとして。はい、というわけでごちそうさまでした。完食です。スープは飲んでますよ。はい、うまかったです。超うまかったです。ちょっと僕はスープ残しちゃったけど。あ、もう無理せず。すごいよ、フードファイトマジ。ありがとうございます。次はいつか山形行きたいです。といったわけで、時刻の方はですね、15時37分です。
ラーメン美味しかったですね。2杯食べたんですね。2杯食べちゃったね。すごい、この3時間も言うことあんまないですからね。そうだね。じゃあ行きますか。磯子の方まで目指しますか。まあ磯子には急がなくてもいいよね。ゆっくり行きましょう。じゃあ、まあ、またじゃあバス旅に戻りましょう。横浜市バスを乗り継いで行きましょう。これバス旅だったの。バス旅です、これ。あれ聞いてないよ。うわどうした。おい、どうしたローニー。なのでこっからどう行くかですよ。まだ決めてません。なんとなく雰囲気が伝わりましたかね、皆さん。ラーメン博物館のすごい昭和レトロを楽しめるテーマパークとなっておりますので、ぜひ。ラーメンもあのミニサイズもあったりするから、ちょっと多く食べたいなとか、いろんな店の食べてみたい方は、ね、あのラーメンはしごできますから。そうです。ラーメンでやろうぜ。うわおい、どうしたロニー。はい、はい、ということで今ね、観光案内所でちょっと聞いてきましたけども、はい、なんとですね、又口橋ってところまで行くと横浜駅に行くバスがあるそうです。横浜市営バスでね。じゃあ又口橋まで行きましょう。なので2番乗り場行きましょう、はい、2番乗り場でちょっと横浜市営バスとか乗りましょう。そうですね。あるいはもう又口橋まで歩いちゃうって手もありますけどね、もし本数がなければ。そうだね、そういう手もある。ちょっと時刻見て考えましょうか。今ね、15時52分 ?9 分前に行ったばっかり。ああ、次は16時19分だけど、まあ20分以上あるね。20分近くなる。どうしよう、歩きます。そしたらまた歩きますよ。あ、向こうの方なんですね。歩きます。じゃあ20分以上待つんだったら、まあそうだね。もしかしたら、そんなに距離ないもんね。まあちょっと多分あのど超えるから、うん、まあ歩こうか。歩きましょう。もう、待つのもったいないですもん。なんか25分ぐらい待つ感じなんで。そうすればね、早いのに乗れるかもしれません。一バス停だったらね、歩いてみましょう。というわけで、又口橋まで歩いて、そこから横浜駅行きの市営バスを拾う作戦に。行きましょう。じゃあ、今さ、またね。どうしようさ、ベストのさ、夏頃一泊二日でバス旅やろうよ。やりたいですね。僕はあの宿投資をしてみたいよ。なるほど。まあ一応目標としてはね、やりましょう。お、いったね。やるか分かんないけど。いや、なんせもうお金がないので、もう貯金を切り崩しての生活なんで。あれ、じゃあ左かな。左が今横浜駅に行くバス路線だから。あ、あるだろうね。はい、ここを左に曲がって、バス停を探すと。さっきバス1台通っちゃったみたいですよ。そう、1台通って、そうって言ったけど、まあ、なんとかな。ねえ、残念。まあ、乗り継ぎたくなったらさ、あー、行っちゃった、あーって悔しい思いするけど、なんか今日は、あ、行っちゃったなって感じ。そうですね。さて、ここはなんて岸根ってバス停。岸根さん。さて、これは横浜。すいません、岸根。横浜駅に渋谷行くね。あ、行くね、オッケーオッケー。で、時間が16時9分今。あー、行ってるっぽいね。ってことは24分です、ね、24分だから、あと15分くらい。なるほど。まあ待ちますか。じゃあ15分。15分。じゃあここでちょっと駄菓子食う。そうですね、これ駄菓子タイムしますか。さっきと駄菓子でもちょっとつまってましょうか。駄菓子食いましょう。とボンタン飴。あ、いいですね。ボンタン南国の名物きなこ棒。はい、きなこ棒。これガムですね。ガムですね。冷えへんこ。これがあの一つだけ酸っぱい。ああ、そうか、それもやるんですよね。あの、昔懐かしのあれだね。一つだけ酸っぱいってこうありましたね、これ。じゃあ俺どうぞ、じゃんけんで負けた人が2つにします。ああ、負けた人が2つにいこうか。の方が確率が高くなるもんね。じゃあ一発勝負でいきましょうか。はい、じゃあ分かった、ピカピカピカリンじゃんけんポンでいきましょう。ピカピカピカリンじゃんけんポン。うわ、もう負けた。じゃあマジさんが2個だから、じゃあ先にマジさんが選んでもらおう。真ん中行きます。わかりました。お、センター行きましたね。じゃあ、はい、俺はこっち行きますわ。行きます。あ、じゃあこれ。じゃあまずせーので行きますよ。見ていきましょう。はい。せーの。うん、俺です。めっちゃ酸っぱい。この表情を見て、俺です。何この酸っぱさ。結構酸っぱいね。あの胸焼けするぐらいですかこれ。横浜行く。
はい、来ました横浜駅到着です。横浜です。おー、横浜来ました。またここもバスが、相鉄バスが。おお、本当は2周、このあれだね、新旧のバスが走ってるんで。こっちも相鉄バス。こっちはちょっと新しい。あっちはね、若葉みたいな。そうそうそう。というわけで横浜着きましたね、無事に。着きました。さあ、こっからどう行くかですね。行きますね。磯子駅ってのは1本では行け、磯子駅ということか、桜部町駅に行けば、磯子駅は横浜市にいますので。わかりました、ありがとうございます。桜木町行けば磯子行きが 出てると。だからさ、桜木町ってどこですか、ここだと。ここまあ近いのか、横浜から。そう、ここに最終的に行ければいいってことね。そう、桜木町行ければなんか磯子行きが知れますね。あ、なんかどうなってるの、これ何行き。あ、ね、ネギ次第。あと1分だ、乗る？そうだね、じゃあこれ乗りましょう、はい、OK。 このさ、スカイウォークって行った時はさ、はい、ベイブリッジを渡らなくて、はい、というわけで、日の出町1丁目ですね、はい、ここはあの京急線の日の出町駅の近くなんですけど、はい、桜木町駅これ通らなかったから、なるほど、あの歩いて行けるところに桜木町駅があるので。なるほど、ここ歩いて桜木町駅まで。うん、わかりました、じゃあ行きましょう。あ、ちょ、京急の日の出町駅。おー、ここ通るんですね、京急が。そうそう、なるほど。まあ僕はちょっとのんべいじゃないんですけど、はい、なんかここはなんかのげはなんかすごく飲み屋さんが多い。そういうところなんだ。のげってそういうなんか飲み屋が多いんだね。飲み屋が多い。あ、本当だ。のげのスタバでやろうぜってね。書いてないか。ヨネさんが好きそうな。ああ、ヨネとのげって似てるからね。好きそうなエリアだと思います。確かに、ちょっと意外といい化学反応が起きるかもしれない。ヨネ in のげってね。そうそう。だからちょっとあのアンサーとのけであれかな。ヨネさんとのけするからここ。あの、その日だけのげっていう名前になってるので。のげさん。のげさん。こっちの方に桜木町があると。オッケーオッケー、ちょっと歩いていきましょう。そう、今和菓子屋に惹かれております、ロニー君。はい、なんかちょっと渋い和菓子屋さんね。いいですね、風情があって ね、もみじさんとか。そう、和地さんが金つば、金つばと僕は桜餅のこしあん。おお、そうですね。じゃあこれをじゃあ和地さんに進呈しましょう。ありがとうございます。僕の今日のギャラ金つば。じゃあいただきます。ありがとうございます。少し一足早く春を感じましょう。はい。いただきます。ます。お、葉っぱごといく派なんだ。どうですか。うなずくだけっていうね。シンプルです。はい、というわけで桜木町後駅に着きましたね。ここからバスが出ていると。磯子駅はどこの、あ、桜木町、ここね、思い出した。うん、乗ったね、ここね。そう、スタバで最後打ち上げしましたね、ここね。そう、あ、スタバで、そうだ、ここか、はいはいはい、やっと分かったぞ。野毛ってそっち側なんだね。そうそう、知らなかった。桜木町の反対側。そして横浜ランドマークタワー、おなじみのランドマークですね、まさに。まあ、磯子には行くやつ、磯子に行く、こっちか。あ、でもまあ59分か。うん、先にこっちは来るね、磯子は。はい、磯子車庫行き、変わりさで終点の一つ前ですね。磯子駅前で一回降りましょう。了解です。名番58系統磯子車庫行きでございます。
17時59分ですね。というわけで磯子駅着きました。ゴールです。磯子駅です。やりましたね。お疲れ様でした。なんと今の時刻が、6時56分ぐらいですね。ちょうど1時間ぐらい乗ってましたね。すごい混んでましたね。混んでました。はい、磯子駅です。磯子駅前着きましたね。磯子、はい、というわけで磯子駅です。着きましたよ。はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。はい、どうでしたか。川崎から磯子、横浜市営バス1日乗車券で乗り継ぎの旅。いやー、ラーメン食いましたね。ラーメン食いましたね。うん、結構美味しかったですね。美味しかったですね。僕は 2回目だけど、すごい久しぶりのラーメンを使って。なるほど。最後はちょっともうなんか1時間くらいの人が眠くなっちゃう。眠かったですね。全然今日そんな歩いてないのですよ、たくさん。そうですね、うん、もう今夜7時ですよね。もうおじさんどうでしたか今日は。いや、面白かったですよ。あのやっぱラーメンたくさん食えたんで、ね、同じ感想。そうです、まあ、こうやってでも600円でね、だいぶもう元で取れましたんで、はいはい、僕このままあの中山駅まで乗り継いでまた帰りますので。何時間かかんだろ。、はい、まあ、皆さんもぜひこうやって1日乗車券利用してね、たくさんバス旅してみてはいかがでしょうか。はい、じゃあ次回はあのまた乗り継ぎ旅でかもしれないし、また別の企画かもしれない、ね、バステビンゴとかかな。さあ何でしょうかね、次やる企画はね。え。まあそんなわけで、ね、また、次回お楽しみということで、はい、はい、以上ワジ旅チャンネルでした。最後はこう磯子駅からお別れです。じゃあこれから磯子で帰ろう。最後まで見ていただいてありがとうございます。よかったらチャンネル登録、そして高評価お願いします。そしてコメントに登録してくれたらありがとうございます。ありがとうございます。いっぱいいろんな意見を聞かせてくださいね。それではまた、ワジ旅チャンネルよろしくお願いします。また見てね。バイバイ。また見てね。ありがとう、ありがとう、ありがとうございます。